はい、こんにちは、スカイトムです。今日ですね、こいつをね、めちゃくちゃ磨きたいと思います。じゃん。もうね、言わなくても分かると思うけど、相当錆びてるんだよね。もうとにかく、こいつを磨きに磨きまくりたいと思います。何言ってんだろう。でもこんなに錆びてしまった、もう何年ものか分からないけど、磨こう。磨く、まあ、磨く前にまず錆を落とすね、サビを落とす工程してそっからだね。はい、行きましょう。これは大掛かりだぞ。
見てください。すごないこの輝き、ちょ見えるかな、いや、やばくない、やっぱね、輝いてるものってなんか気持ちいいよね。めちゃくちゃ錆びてたじゃん、もう全然使えないぐらい錆びてたんだけど、まずね、錆をね、落として、そこから削って研磨して磨いて、もうこんなもう何もう鏡面相当ピカピカ、ちょっとこっち鏡映るんだもん、鏡みたいに映るんだもん、自分がこれやばない、こういいよね。なんか道具ってもう捨てるしかないじゃん、あんなん見てたら。でもここまで生まれ変わるのめちゃくちゃ飾っときたいくらいピカピカに、まだまだ現役でいけるね、これ。てかまず あんなさ、赤サビだったのがここまでピカピカになるってすごくね、これマジでやばくない、やっぱちょっと大変だったんだよまあアルミホイルの動画の時も、まあ、磨いてね、工程的に全く同じなんですけど、まあ磨いて、まあサビ落として、で、まあ磨いて、粗めのヤスリでね、で、磨いてどんどん細かくしていって、番手を。で、ちょっと違うのが、アルミホイルって、まあ金属で言ったらまあアルミなわけよ。でもこれって鉄だわけ、鉄で、鉄ってさ、もうさ、水濡らしながらペーパーすると、もうその最中でもどんどん酸化っていうか錆びていくわけで、10分でも置いたらもう赤く錆びてきて、ちょっとやってる途中に水使えないなと思って、で、まあピカールとかそういうふうなペーストのクリーム状のやつで、まあ徐々に徐々にやっていったんだけど、そこがちょっとなんかアルミと違うっていうか、同じ金属でも少しだけ工程が違うかなって苦労した感じがしました。まあでもね、まあ大満足よ、いいね、かっこいい、これいいね、ほんとになんか描けるっていいよね。もううまく言えないけど、絶対これ共感できる人いると思う、この輝き。はい、ってことでね、これからもね、なんかね、錆びていったもの見つけていったら磨いていこうかなと思ってます。もうとことん磨いてめちゃくちゃかっこよくしてやろうと思ってます。今回のこれはね、大成功だね、素敵。はい、ってことで、もしねこれがね本当に綺麗になったなと思ったら、もうぜひ高評価ください。すっごい疲れたんで、でまたなんか皆さんね思ったことあればコメントにいただけると嬉しいです。はい、この動画がね面白かったらですね、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また下のねアラームボタンのチェックも、お願いします。また配信します。カイトモでした。バイバイ。